宇宙世紀0079、ジオンが海戦と同時に決行したコロニー落としは、ティアンム提督率いる第四艦隊の応戦により地球連邦軍総司令本部ジャブローへの落下に失敗した。しかし分裂したコロニーの破片が地球全土を襲い、その被害は甚大なものとなった。予備戦力としてルナツ入りをすべく移送中だった俺の目に、あの光景、あの破滅の光は深く焼き付いた。その人類史に残る大惨事から日を置かず、ジオンは再びコロニー落としを行うために動き出した。これに対し連邦軍は、先の戦闘で壊滅的打撃を受けた第四艦隊に代わり、レビル将軍率いる第一連合艦隊の派遣を決定。俺はアンダーソン艦長の船であるサラミス級軽巡洋艦サンタフェに戦闘機隊隊長として所属することとなった。第一連合艦隊の抵抗を前に、ジオンは早々にコロニー落としを断念し、戦いは大規模艦隊同士の総力戦へと移行。ジオンの新兵器モビルスーツの圧倒的な力を前に、俺たちは艦隊護衛の任務を果たすこともできず、母艦であるサンタフェをはじめ友軍の艦艇が次々と沈んでいくのを呆然と眺めるだけだった。この戦いから生還した俺は、あの圧倒的な力に対抗するためにモビルスーツパイロット転換訓練への参加を志願し、新たに編成予定のモビルスーツ実験部隊のパイロットとなった。俺はもう無力じゃない。目の前で起こる惨劇を見過ごさないだけの力を得たんだ。ミッション内容の確認をお願いします。機体の確認をお願いします。出撃です。目標地点到達。ミノスキー粒子濃度62、モビルスーツ降下始め。皆さんご無事で。これだけミノスキー粒子が濃ければ対空砲火は来ませんね。いつでもどこでも巻いとけばいいってもんじゃないのさ。んじゃもうぼちぼち行くとすっか。二人とも油断はするなよ。攻撃ターゲット確認。ターゲットへの攻撃を直行してください。撃墜した。
ちだ。残りの攻撃ターゲットも破壊してください。鉄を撃墜。当たるか。そこだ。敵撃墜した。敵撃墜した。関東エリアの脅威目標は沈黙しましたね。やれやれ、敵さんのザクよりジムの方が高性能だとは分かっちゃいたが、実際戦ってみると生きた心地がしなかったぜ。俺は死ぬ時はベッドの上って決めてるんだ。優勝医、お互い鉄の棺桶の中じゃ死にたくはねえよな。ああそうだな。大変です、所属不明のモビルスーツが作戦エリアに侵入。友軍にかなりの損害が出ています。歓喜応戦をお願いします。おいおい勘弁してくれよ。何なのよそのいい加減な情報は。来た、あれはジムじゃないのか。早い、考えてる暇ない、応戦するぞ。やるしかねえか。未確認の反応接近中。ターゲットです。桁外れだ。あっ、当たってくれ。こんな動きに生身のパイロットが耐えられるわけないですよ。冗談じゃねえぞ、化け物か。こいつらの追撃は不要、速やかに撤収せよです。追撃しろって言われても無理ですけどね。どうにも気なくさいね。まあ詮索すんのはよしとこやな。あユウ、ん、どうした。ああいや、なんでもない。作戦終了です。皆さんミデアとの合流ポイントへ移動してください。お疲れ様でした。モーゼス博士、カムラ技術隊、BD-1 回収成功。パイロットはダメでした。博士、オルタではやはり暴走を抑え込めないようですね。うん、当面はオリジナルのコアを使用するしかなさそうだ。しかし暴走とはいえ、エグザム発動時の戦闘データは取れました。BD-1 の改良を進めつつ、残る2機にはこれ以上の性能を与えてみせます。そうか、私はオルタの暴走要因を排除し、オリジナルを超えるシステムへの改善に努めよう。今回のバージョンは
例の機関にサンプルとして回してかまわん。それよりもう少しパイロットの質は上がらんかね。パイロットに関して言えばジオンの方が優秀だったぞ。それですが、つい先ほど候補者を見つけました。次の実験までには根回ししておきましょう。確認をお願いします。ミッション内容の確認をお願いします。機体の確認をお願いします。出撃です。この新型の情報が漏れてたのか。それともエネルギープラントが目的か。おいおい、こちとらまだ鳴らし運転中だってのに。よ超いい、敵はこちらの都合なんて考えてくれませんよ。なんだ、分かってる。うちから言わせろよ。各機警戒予言に、沿岸に敵部隊が上陸します。陸上部隊と合流せずに仕掛けてくるのか。伍長、俺たちは海側の奴らを仕留める。守備隊はプラントの防衛に専念するよう進言してくれ。了解です。敵部隊、接近中です。ツイリス農業型のモビルスーツがメガ粒子砲を装備しています。注意して。一挙落とした。くらえ、発散。限界か。プラントの防衛にも意識を増すぞ。あっちもこっちもじゃ、さばききれねえって。奴らプラントが狙いじゃない。お構いなしに攻撃してます。防衛対象に敵が接近する。迎撃を狙います。防衛対象が敵の攻撃を受けています。防衛対象に攻撃が集中しています。撃墜した。敵を撃墜。しのげたようだな。新型使えますね。我々の活躍に基地の連中も大喜びでしょう。バカ、モビルスーツ乗りってのは他の連中から見ればエリートなのよ。
これくらいできて当然ってくらいにしか思わんさ。そう、これは力を持つ者に課せられた義務だ。高速に接近する機影を捕捉、データ照合。これはドムです。3機ここで真打ちが登場か。物量戦は連邦の大枠だってのによ、こりゃ厳しいぜ。我々が迎撃するしかないですよ。やるぞ、フィリップ、サマナ。敵部隊、接近中です。噂通りのモビルスーツ。いや、今までのジムじゃひとたまりもねえや。なんとかやったな。やれやれ、ユウ、今日ほどお前が仲間で嬉しく思ったことはないぜ。本当ですよ、ユウ少尉がいなかったら今頃。ユウ少尉は我が隊の誇るエースの中のエースですね。くそ、なぜこんなところにジオンが。待ち伏せを受けたのか。大尉、救援信号は発信しましたが、逃げ切るのは難しいかと。だろうな。ありったけの発煙筒と次元信管をランダムにセットしたミサイルをばらまいて時間を稼げ。